トナム情報ウィークレス。今日の天気です。ハノイでは大気汚染にご注意ください。今日の幸運のヒントです。本日のメニューです。資本不足な不動産業界、サイバー攻撃が増加、ホーチミン市労働者の転職意欲、ベトナム株日記。資本不足な不動産業界。ベトナムでは不動産開発業者が資本を動員するための4つのチャンネルがあります。クラウドファンディング、株式と債券、投資ファンドとローンです。このうち株式と債券は、最近のスキャンダルで投資家が敬遠ムードで、4月には政府が中央銀行に監視する要請をした後、不動産開発社債の発行は完全に停止しています。また商業銀行も不動産ローンの引き締めに動いており、融資限度額が低くなったり、建設着工後にローン差し止めが発生するなどしています。ホーチミン市不動産協会からは不満の声が上がっていますが、ベトナム国立銀行のダオミント副総裁は、中央銀行は不動産ローンの引き締めを支持していないが、これまで不動産業界は貸付制限がなかったためにバブルが発生しており、クラッシュを回避するためにベトナムが不良債権のリスクを軽減して、全ての事業にとってより平等な環境を作り出すだけだとコメントをしています。ベトナム国立銀行はベトナムの中央銀行で、本部はハノイにあり、通貨や銀行の管理をしているベトナムの日銀のような機関で、総裁は2020年から女性のグエンティ・フンさんが務めています。また前任の総裁レミン・フンさんは党中央委員会入りし、事務局長へキャリアを進めています。今回のコメントした副総裁のダオミン・トーさんは国立銀行の顔で、金融政策や政策会議などの話題でよく出てくる方で、バリバリ仕事マンな雰囲気があります。サイバー攻撃が増加。情報通信省は、ベトナムは今年になって5463件のサイバー攻撃があったと発表しました。同省の情報セキュリティ局の報告によると、930はフィッシングで、クレジットカード番号や銀行情報、パスワードなどの個人情報を偽装したウェブサイトを使って盗もうとしていました。ウェブサイトまたはウェブページの外観を変更するウェブサイトへの攻撃である、ページ改ざん、は776回、マルウェアは3757件で最も多かったそうです。2021年では9700以上のサイバー攻撃があり、前年比 42.4% の増加でしたが、今年は上回るペースになっています。ベトナムではプログラムをアップデートしなかったり、著作権がないソフトを使うなど利用者にも問題があるとサイバーセキュリティ会社のマルウェア担当者は語っており、マルウェアが多い原因となっているようです。ホーチミン市労働者の転職意欲。求人サイトビクレモットの調査では、ホーチミン市の工場労働者の多くが新型コロナ後に転職を希望していて、1月から6月にかけて市内の1300人の労働者を対象に実施された調査によると、労働者の 61% が別の仕事をしたいと回答したそうです。転職理由の主な内訳は、自宅からオンラインで仕事ができる仕事に就きたいがトップの 26%、 営業カスタマーサービスへの転職が 23%、 ホスピタリティ部門への転職が 23% などとなっています。また大幅な給与アップがあった場合でも転職したいと答えた人が多かったそうです。ホーチミン市の労働者の平均給与は現在月額980万ドン、420ドルで、周辺より約 4% 高いという統計があります。新型コロナの社会隔離で仕事を失うなどして、昨年だけで50万人の工場労働者がホーチミン市から地方へ戻りました。
多数の人がバイクで移動する様子は特異な社会現象として話題となりました。このため、現在ホーチミン市では人不足が深刻化しています。現在は経済再開で企業が再雇用に動いており、130万人の新規雇用が予想されているそうです。ベトナム株日記。ここの株イーヌインデックスは 0.01% 下落して 1307.8 ポイントで引けました。取引が 24% 減少し 12.68 兆ドン、5億4700万ドルとなり、5月20日以来の最低値となっています。 V プレス編集部ベト株日記はマイナス15,700円。電力の NT2 がストップ高のほか、鉄鋼フォーハットが 2.7% 上がるなどプラスが多めで、一気にマイナスが 25% ほど減りました。記事の URL は動画下の解説をご覧ください。今日のニュースはいかがでしたか？感想やご要望をコメントに入れていただけたら嬉しいです。しんちゃお。